臨時国会の最終日を迎え、参議院では復興に関連する全ての法案の審議を終えました。そしてその後、あの問題発言を繰り返す市川防衛大臣、市川防衛大臣の問責決議が可決成立いたしました。安全保障は素人だと平然という、また公務であるはずのブータン国王夫妻の宮中晩餐会をすっぽかして政治資金パーティーに出席する、またあの平成7年の忌まわしいあの事件を私は知らないと言って沖縄県民の心を切り裂く、この大臣の下では普天間基地の移設問題、また新しい FX、SFX、これを決定するというような重大な決定を行う資質には欠けていると国会が判断したわけであります。もう一人、消費者担当大臣の山岡大臣、この方もマルチ商法のセミナーに出席をして、マルチ商法のリーダーたちに、あなたは革命者だ、自分がこういうところに出てきたら本当はまずいけれども出てきたと言ってはばからない無節操、さらには国家公安委員長として数々の選挙違反にまつわる疑惑が絶えない、まさにブラックジョーク。そしてこの大臣を任命した野田総理の任命責任というものは適材適所が本当に笑われてしまう、まさに不適材な人を国家の中枢に据えたその野田総理の責任というものに対して国会が明確な意思を示したわけであります。